はい、こんにちは。今日はですね、前回と同じくですね、フリーランスでカメラマンで活躍されてらっしゃる、また南さんに、お越しいただいております。ズームでつないでおりますので、ちょっと音声でしかお届けがすることができないんですけれども、まあ、イメージ図っていうのは、編集の方で、ここら辺かこっちかどっちかわかんないんですけど、絵文字載せておきます。こんな顔ですよっていうのでね、彼の許可を得ずに、一つ選んで絵文字を載せてやろうかなって思ってるんで、っていうところなんですが、まあ、それはいいということで。まあ、彼と私がどんなお付き合いなのかっていうのは前回の動画に載せていますので、まあ、ぜひ、そちらをですね、ご覧いただけたらと思います。もう3、4年、もっとか5、6年のお付き合いですかね、教えるんですけれども、まあ、一つ、仕事を一緒に3年ほどさせていただいた中であります。今、ものすごい変顔してるんですけどね、それが伝わらないということで、まあ、それはいいでしょう。ということで、早速、話に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりです。はい、久しぶりです。久しぶりですっていうか、連続撮りですからね。あたかもこう別日みたいなこうスタンス取らなくてもいいですから、なんなら服装でバレますから、僕。はい。で、まあ、前回何のお話をしたかっていうと、フリーランスになってからやっぱり自分でお客さんを選ぶことができるようになりましたっていうお話をしていただいてて、で、まあ、今回いろいろ今複数社契約を継続的に結んでいる中で、まあ、1社過去切ったことがあるっていうお話で前回の動画終わってるんですね。じゃあその会社がまあどんな待遇だったのかで、どこにこう南さんが怒りを覚えてパーンってしたのかっていうのをぜひ、まずそこから入っていけたらなと思います。マシンって切ったわけではないんですけど、はいはいはい、はい、まあ、的に言うと、まあ、僕の住んでいるところから、まあ、ちょっと新幹線を使っていく撮影現場だったんですね、うんうん、はいはいはい、で、そうなってくるとやっぱり宿泊が必要だというところも必要で、はい、その宿泊とかもこっち絡んでくると基本的に報酬の金額としてはちょっと高めで設定されることがあるんです。まあそれはそうですよね、うん、で、まあ、それの金額が、まあ、普通の1日撮影の大体3分の2くらいなんで、まあ、売られたんです。はい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 、はい、で、まあ、最初だからまあこのくらいかと思ってやってたんですけど、はい、あとまあ写真を、まあまあ、納品する際に、まあ、やり方がわからない場合がいくつかあって、はいはいはい、でそういう時に向こうのサポートセンターの電話をしてたんですけど、はい、まあ、その時に、まあ、僕の説明文とか見ればわかるんで、それ見てくださいというふうに、まあ、ちゃんと口頭説明されず、はい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 、これ見てやれよみたいな対応されたんですね。次に、まあ、金額と、まあ、そういう対応っていうのを、まあ、総合的に見たときに、はい、まあ、ちょっとここの企業と付き合うのは難しいなと思ってます。他の会社さんだったらもう少し、ああそうなんですね、ここはこうしてください、ああしてくださいというふうに説明されるところが、そういう、まあ、冷たい対応されてしまったものですから、なるほど、うん、まあ、次、ああもうここの人も付き合えないかなと思って、うん、もうそこからもう仕事を受けないように受けないようにというふうにはしてます。まあ、そうですね。そういう意味で言ったら、やっぱりいわゆる対等の立場っていうのから言ったら、まあ、ちょっとマウントを取ってくるようなこう対応されてしまったってわけですよね。まあ、マウントというか冷たいっていうかね、冷たい、まあ、まあ若干僕らが外部のカメラマンだから、まあ、ちょっと舐めてるというか、まあ、いうような印象があったのはあるんです。そういうのはありえますよね。もともとその金額の提示が3分の2っていう時点でっていう感じですもんね。なので例えばそれ、うん、まあ、東京の方の撮影だったんですけど、はいはいはい、言っちゃった、まあ、東京の方なんですけど、はい、交通費もかかるわけですよ。そうですよね、はい、例えば2万とか3万とかかかる中、うん、東京のカメラマンさんに行ってくだされば交通費代浮くのになんでこっち頼んできたんだろうって考える、はいはい、やっぱりそういう報酬面、そういう態度面が悪かったから関東のカメラマンさんがつかないんですよ、きっと。なるほど、そういうことですね。そういう交通費分をちゃんとカメラマンさんへの報酬とかに当ててあげれば、そちらでも全て話がつくにもかかわらずこっちに振らなくちゃいけないっていうふうになると、あ、全てが分かった気がするんですよ。確かに確かに、だからカメラマンさんつかないんだな。確かに誰に聞いてもあそこはあんまり良くないよっていう噂を聞いてたので、その通りだっていうようなところはありますね。じゃあその会社は結構、
フリーランス同士ってすごいコミュニティ強いので全部は伝われるんですよ、うん、なるほど。おお、それも強みですね。そう、すぐ広がります話、うん、だからよくフリーランスさんからこの仕事できるっていうふうにも振られたりとかするので、はい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 、この横のつながりっていうのはものすごく大事にしてますね。へー、あ、それはそのカメラの仕事に限らず、例えば南さんの方にあの何かこういう仕事ができる人いないっていうことを振られたら南さんの方から紹介したり、逆にカメラの仕事を誰かフリーランスがあったら南さんにちょっとこんな仕事あるけどやってみないっていう声がかけてもらえるってことですか？そうそう僕も振りますし振られるし。へー、あったかいコミュニティっすね。すぐに噂広がりますよ。へー、すぐに噂。逆に言うとその南さんのカメラの腕がやっぱ結構試されてるっていうこととかもあり得てくるってことですよね。そうなると、あ、もうそれもあり得ますね。うーん、なんでカメラマンによっては得意ジャンル苦手ジャンルっていうのがあるので、はいはいはい、例えばその結婚式場の写真がすごい上手い人もいれば、いや結婚式は苦手だけど例えば料理撮るのが得意だよっての人もいれば、特にジャンルが分かれてくるので、それに合わせてやっぱりこの写真だったらこう手任せるのが一番、これだったらある人が一番というふうにもう決まってくるので、はい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 、だから僕も負けじと腕は磨いてますね。へー、ちなみに南さんの得意ジャンルはどの写真なんですか？あ、僕はもうスナップ写真ですね。スナップ写真、自然体みたいな、運動会とか、はい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 、修学旅行とか、うーん、保育園の給食食べてるとか、なるほどなるほど、はいはいはい、あとその料理写真とか商品写真もこれも得意じゃんですね。うーん、だから僕はポートレートモデルさんがうまく撮れないので、はい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 、だそういうのはちょっと他の人に振ってます。なるほど、じゃあ美人のお姉さんを撮るのは苦手と、苦手というかまあちょっと難しいと。難しい緊張しちゃうんで僕が。ということはやっぱりその学校関係とかからの仕事の依頼が多いっていう感じですかね。学校関係とあとはそれ旅行会社と、ああ、そっかそっかそっか、はいはい、スポーツクラブが多いですね。スポーツクラブ、はい、スイミングスクールの水中写真とかも撮ったりするんで。へえ、なるほどなるほど。珍しい、だからこれできる人はほぼいないですね。えっ、もう南さんだけの、僕が知ってる限りでは4人、全国で5人か、ご自身入れて、僕入れて5人、片手6人、すげえな、すごいっすね。へえ、この辺は他の人にできないので僕がもうほぼ占有しちゃうって感じですね。そうか、それこそこれ言っちゃいけなかったら後でピー音を頑張ってちょっと編集で入れるようにするんですけど、はい、スキューバのライセンスも持ってるますよね。これ言って大丈夫です？あ、持ってます、はい、めっちゃ生きるんじゃないですかそれって。そうなんです、絶対生きるので将来的にはそっちの方の撮影もしていきたいなとは思ってます。それこそそのスキューバダイビングをやっている人たちも撮れれば海中の魚の映像とか写真とかも専属で行けちゃうわけですよね。行けますね。はあ、すごい。もうこれがフリーランスでやっていくための何ていうんですかね、唯一無二のスキルを持った人っていうことですよね。そうですね。なかなかできる人はいないので、珍しいかなとは思います。そうですよね。わかりました、ありがとうございます。そしたらまたちょっとすいません、お時間が10分ほど経ちましたので、ちょっといよいよですねフリーランスとして、まあ、やってきてよかったなって思うことと、まあ、それなりのご苦労されたお話と、まあ、あとはちょっとお金のとこも気になったりとかするんで、まあ、ぜひそのあたりとかも聞け、まあ、お金の話はまあいいかな。皆さんがご視聴者の方がやっぱ気になるとこ方もいらっしゃるはいらっしゃると思うんですけどね、はい、まあそのあたりを次回の動画で聞けたらと思いますので、一旦ここで動画切らせていただけたらと思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして南さんありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。